ルームバーアイの未来への飛翔、ルービーンで語られた夢と活動の舞台裏、東京のエンターテインメントシーンに新風を巻き起こす注目の3人組グループ、ルームバーアイ、ナンバーアイが、トレの YouTube 公式チャンネルで開催された生配信番組、ルービーンに登場し、ファンを興奮の渦に巻き込みました。神宮寺雄太、平野史洋、岸雄太の魅力が交錯する中、 彼らの未来への夢や活動の舞台裏が明かされました。番組の概要、25日に放送された、ビーンは、トべファミリーによる豪華な共演が繰り広げられた一夜でした。元 V6 の三宅県、元 KI2A の北山博光、7人組グループ A の、といった著名なアーティストたちが、視聴者に新たなエンターテインメントの波を約束しました。 番組は多岐にわたるコラボ企画や、トベと、スシロー、そして、厚生のビッグコラボの発表があり、さらには商品にまつわるクロストークも展開されました。メンバーの夢と抱負。番組のクライマックスで、神宮寺ゆうたと平野志耀が今後の活動について語る場面が印象的でした。神宮寺はいっぱいやりますけど、ファンにとにかく会いたいですね。早く。 コンサートとかやりたい、と述べ、ファンとの再会への強い願望を明かしました。平野も続けて、これからの僕たちの活動を楽しみにしていただけたら、と笑顔で応じ、グループの未来への期待を高めました。これはまさにファンにとっての朗報であり、ルームバーアイの魅力がさらに広がる兆しです。ルームバーアイの活動予定、ファン水前の10便の次回配信は、 12月24日に予定されています。この日がどのようなサプライズや新情報で視聴者を驚かせるのか、ファンたちはますます興奮が募ることでしょう。新たな展望。ルームバーアイが語ったコンサートへの熱い思いは、ファンの期待を一層高めました。これからの彼らの活動には、どんなエモーショナルで魅力的な要素が待ち受けているのでしょうか。一つは、 彼らの音楽が抱える独自のストーリーと表現がどれだけ多くの人々に共感を呼び起こすかという点です。もう一つはグループ全体の成熟と進化が今後の音楽シーンにどのような影響を与えるのかという点です。t o o b e の成功と未来の可能性。t o o b e はトベファミリーの結束と 異なるアーティストたちがクリエイティブなエネルギーを交換するプラットフォームとしての成功を示しました。番組はエンターテインメントの新たな形を提示し、視聴者に未知の体験を提供しました。これは将来的なコラボレーションや、トベファミリーの他のメンバーがどのように番組に参加していくのかという興味深いポイントでもあります。コラボ企画の注目点。 スシローと厚生の大手企業とのコラボが発表されたことはヌームバーアイが広告や商品企画においても注目を集めていることを示唆しています。これが彼らの幅広い活動の一環となり、アーティストとしての枠を超えたビジネス分野での活動が今後ますます期待されることでしょう。 ルービーンを通じてヌームバーアイのメンバーたちはファンとの結びつきを深め未来への展望を共有しました。コンサートや新しい音楽プロジェクトを通じて彼らはファンに感動と興奮を届ける意思を示しました。また、コラボ企画や大手企業との連携もヌームバーアイの多岐にわたる可能性を予感させるものとなりました。次回のルービーンでの新たな発表が ファンと業界全体にどのようなインパクトをもたらすのか、ますます注目が集まります。ルームバーアイの未来への飛翔を見逃さないようにしましょう。